さあ今回のディープロックギャラクティックサバイバーはバグテーザーというね電気ビームをメインにこれ挑んでいきたいんですけど、こっちかな、ちょっとどうしようか、どうすればいけるのか。さあまずバグテーザーは射程が伸ばせるんですよね、ビームが単独強化できるようになってからは。でバグテーザー壁をね無視して撃てる武器なので、より遠くまでぶっ放せばこういうマップとか強いんじゃないかなと。で最後まで上げればヒット数増やせるんで、それで大量の敵に一気に電気をばらまいていく、それで敵をね倒せるんじゃないのかなと。で普通にね武器マスタリーかな、では結構強かったかなと思ったんですけど、こういうとこでは使ったことないので、しかもねこう長期戦で使えるのかどうかですよ。まあビーム武器って何かしらね使えるようなものばっかで結構強い部類だと思うんですけど、だからちょっと命大事にいかないと。いきましょう、バグテーザー電撃でビームで軽量です。ビーム武器とシナジー組めれば最高なんですけどね。序盤が懸念でどうしよっかなっていう、序盤はこれで倒せないと思うんだよね。効力とかあんまいらないかなって思うんですけど、ダメージをメインにいきたい、できる限り。ナイス、やばいの接近します。道がないね。遠くか電気を浴びせていくという、その攻撃によって射程を伸ばせばよりね安全圏から撃てますから。もううざいうざいうざい、もうやめてくれ。 M1000 とこれはきついか。M1000 とこれきついです、かなり。まず M1000 上げて安定感を取ってからする、無理なんじゃないかな、このままいったら。M1000 がちゃんと形になった上での武器かもしれない。で何取るか、プラズマカービィとか取ってそこで行くっていうのも手なんですけど、 M1000 とプラズマカービィ取るとシンプルにですね、シナジーが多分こいつに全く出ない、でもこいつにはないですから、強化幅が減っちゃうんですよ。だ軽量電撃とかで取ってこいつをできる限り生かしていくとかの方がマシなのかもしれないね。どうしよう、あれどうやって取ろう、うわいらない、生殺効果ダメージマジで低いんで不要です。ね、死ぬ死ぬ死ぬ、もう死んでます。ほとんど何しよっかな、回しちゃうか、割り割りにしよう。いやマジで今何もなかったね。ビーム本数で、ビーム本数この武器って何なのか分かんないんですよ。ちょっとシナジーも取るか、こうもう無茶してます今、だいぶ分かってるんですけど、何でいいからあげよう、ナイス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 、今形を無理やり作ってます。いやこれも回収して、そうそうそう、もう一気にもう完成させようと、とりあえず形は何でもいいから完成すればだいぶ強くなるんで、まあ他の武器と比べればね、もちろん悲惨なもんですけど、
怖いか。早く進化させよう。よし、もうそれでいい、それで。進むしかないから、ここは。一歩でも。回収範囲が、いや、進めよう、進めよう。でも出てくれ、早く。OK、射程来た。よし。で、枝分かれの方ですね。ビームホーン様、取れるっちゃ取れる。この枝分かれは取れないので。これでより多くの敵に当たっていく。それで射程が伸びれば、より枝分かれがなんか、すごくいい感じに出るんじゃないのかなっていうところで。射程も一つ大きな要素ですね。で、これでより遠くの敵まで射程、これ、すごいもう今めちゃくちゃ届いてると思うんですけど、ここで倒せるようになれば、敵が近くにそもそも来なくなるかもしれない。武器回せるときはそう言ってましたね。そこまでね、上げていきたい。近くの敵には強くないので、M1000 を、もう、こっから M1000 も繋ぎます。さっきは無理くり取ってたんでね。M1000 ショットガン化で使っていくっていうので、ロングの、逆ですよ。ロングの方を電気ビームのこれに任して、近くの敵は M1000 改造バージョンでいくと。これでいけるんじゃないかなと思いまして。射程できる限り取りで 100% とりあえず取りたいですね。まだそんな強くないんで、別に射程がないからそんな使えないっていうことでも、まあ今はないね。強くなれば必要になりますけど、コールがいらないですからね。どう、ここだいぶ強くなってもらわないと私困ります。リロードどうですか。 1.15 か。いや、取らなくていいわ。たまに出たいい数字でいいよ。もう連射がね、そもそも速くないから、リロード上げたとて、まあ今撃てないか。あいつはいいか。もっともっと行こう、もっと。M1000 は安定運用型でいきたいですね。一発掛けみたいなことせずに。これサポートするように上げていきましょう。ビーム本数最後3出るくらいなんで、やっぱ総合のビーム数はいってんのかな。じゃないともう話がおかしいよね。ブーメランとのシナジーが不要だな。でも氷いいな。でも銃取るわけにはいかなかったんで、今銃のシナジー種類が多いですからね。きついわ。いけんじゃね。おもちょうど、どっちかいけるかなって思ったんだけどな。経験値かな。あいつをどう倒すか。うわ、ちょうど当たんない。なんかうちの攻撃はちょうど当たんないです。くらいは別に、まあ、使おうってわけじゃないんですけど。よし、聞いた聞いた。いいダメージだ。くたばってくる、そのまま。
まあさすがにブーメランも、もしかしたらね、使いますから。1レベルですけど、まだ。電気のダメージはもちろん取りますよ。倒せないといけないんでね。よし、倒せなくはねえぞと。まあ、もっとダメージ必要だよ。385、そんなんでは敵は倒れないね。こっちが倒れちゃう。クリティカル率はこれ電気がうまく当たれば 100% 上いくはずなんで、プラス 100% までいくはずなんで、これダメージいっちゃおう。採掘取りながら、わあ、まあこっちかな。これもちょっとロックしちゃう。いないから、火炎取っちゃうとね。あ、でも効力いらないからね。はい、ってさあ射程出ないですね。重要なんですけど、さあここで当たって、あ、今のブーメランだな。こんくらいの距離やっぱ行ってくれないとってとこなんで、射程超重要なんですけど。掘ったらナイトラ、掘ったらゴールド必要だね。掘る気はあんまなかった。こうマップ的なとこで選んできたんですけど、近くの敵大体にダメージ通るんで、これは大きいですよね。ちょっとしたホラー今のなんて。さあ、まあクライオはうまく当ててくれたら、そこをね、こう、電気与えるというとこで。まあ掘る能力にも期待してますが、あんま上げたくないんだよな。まあ今一番狙い射程ですね。それは取っちゃうよ。お、ナイス。射程出たらもう必ず取りましょう。何があっても取りましょう。とにかく撃たない時間がないようにというのが、撃たない射程の効果で。あったけど危ないな、これ怖いな。上やりきれなさそうだよね、多分ね。掘るか。よし、氷助かる。こういう小道の敵全部にもうぶわっと与えてもらって一掃すんのよ。それがうちのやり方です。見てこの数字の量。
あいつずっと苦手なんだよな。確率高くないでか。このマップの価値を下げてます、あいつが。オナイトライン。よし。ナイスナイスナイス。いやーこれきついな、きつい、終わったかもしれない。せめて無線が完成さえしてればいけるのかもしれない。ザヒ、あげようあげよう、頼んだよ。やばいやばいやばい、本当に死んじゃうよ。やりきれないか。ここでやれればまだ目はあるんですけど、あとは出ろ。何でもいいから広がる。よし、これで近くの敵は無線、遠く電気。いける？いけるかな？もういいわ。回復しよう。あ、ナイス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 、いいよ。リロードね、まあ、いらんのじゃないかな。信用してないわけじゃないんですが。あ、そうそうそう、それです、それ。それを信じてます。遠くまで届けば必ず勝てる。どこら辺まで入ってくるんだろう。まだ今はいないみたい。いや、ダメージだね、とにかく。まあ、クリティカルシナジーのとこもそうかもしれないですけど。いよいよいよ、隙を見せるな、隙を。これでもダメージだよね、もうね。ライブダメージ寄りじゃない？打つのはやっぱ遠く、感覚がそんなにいいですから。体力取るよ、もちろん。死にそうだったんで、さっき。でもいいね、いいね、いいね。ビーム本数も多分何かしら意味はあるはずで。ビーム本数がマガジンになっちゃってなんですけどね。まあ、もともと一発の武器ならあれですけど、もともと二発なんで。消すとこじゃないのかな。マガジンが増えて嬉しいことが別にないですからね。超密度ビームを撃ってくれるなら別ですけど、レールガン。そういうことでもないですから、増やすメリットは。よしよし、やれるやれるぞ。効力はいらん。効力ね。ダメージが、ね、低いね。
まあ、範囲攻撃と見れば高いのか。いや低いな。1000はいかないと敵を見なくていいような、そんな環境を目指してますから。あれいたのと気づかなかったわぐらいの。いやきついわそれは。ちょ、爆弾いらないいらない、投擲ね。あの転がるやつを主に一掃してほしいな。めっちゃ食らってる、めっちゃ食らってる。 M1000 が足りてないわだいぶ M1000 に依存してますけど、軽量のなんか初めて出た今。電気とか見てましたけど、これはきついな。すーごい与えてるけどね、重くなるくらい与えてますけど、重くなるくらい与えないと倒せないんで弱いってことですよね、火力でね。やっぱね、終わらせ終わらせよ、もう長引かしちゃダメだこの戦いは。おりゃゴールドよ。リロードか。いや、ブーメランの方にはリワあるけど、もう効力いってるわ。じゃあこの量で効力、ナイトラリオ、やばいやばい、めちゃくちゃ重いんだけど。電気のせいだろうか、めちゃくちゃ重いっすね。よし、よし、これはもういいんじゃないか。完成形じゃない？16.4、すごいんじゃないですか、だいぶ。やばいやばいやばい怖いっていきなり。電気は敵を刺激はするんで湧いてきちゃうな。まあ、M1000 よね、いけるのは。でクリティカルめっちゃ入るんなら電気もうまく効いてると思うんですけど、ザコは電気で一掃したいわけよ。今んとこほぼ全て M1000 に手がってるんで、相当な負担を。でも27レベルまでいってますからね、バグテーザーは。だいぶ上げれてはいる方なんですけど。
まあリロードかな。全体的に見ればリロードは必要だね。マグテーザーだけで見れば必要ないですね。ボスどうなんこれ。M せんなきゃボスで終わってるよね。助けられたな。クリティカル系欲しいわ。お金ねえかな。資源量で勝とう。資源量ね。であれ倒せないの、なんでなんだろう。なぜなんだ、この電気伸びているのか本当に。すごい数字は見えますけどね。これさ、鬱陶しいんで持続ダメージの方消しましょうか。スッキリしたね。危ねえ、焼いて出てくる、出てくる、出てくるよ。普通にやばいっす、これ。ツインズか。まあまあまあ、両方関連するだろうと。M1000 でいけてます。よし、回復させて、まずいな。右左に行こう。よしよしよし、今のうちに抜けないと。雑魚くらいは電気で一掃したい。頑張りましょう。もっと M1000 が頑張って敵を倒す。雑魚を倒せないから雑魚を踏んでますね。危ねえ。いやマジ雑魚踏んじゃう。きついわそれ。危ないよ。やばい、雑魚で死ぬ本当に。くそ、きついんじゃないこれは。よし、くそ、あれやな、これはきついな。よし。
まずい、あいつをやらないといけないのか。追い詰められちゃった。倒したけど、倒したけどどうすんのこれ。後処理のことを。いやーもう行くしかないね。いや、氷爆弾あげないときついな。今凍ったらいけるかなと思ったけど、地形ダメージ欲しいが、分裂も欲しいよね。ここはいいや、分裂しましょう。だいぶきついこれ。効力はいらんと思うんですよね。まあ回避か、大丈夫か。大丈夫かな。これちょっとやっといて回復しよう。さあバグテーザー頼むぞ。まだ君は強化するから、自分で掘ることにしたんで。もう爆弾は安全圏を作ろう。分裂してもらってゾーンを作り出して。バグテーザー一生出てますけどね。掘りながらこうやって掘るのすごい。もうそういう敵を倒していって、クリティカルダメージアップ、それはつまりアーティファクトですよ。恐ろしいほどの攻撃はできてますが、あ、いるか。いないと思うじゃん。さっきの問題やっぱあれよね、雑魚を倒す武器が存在してないことですよね。 M さんは構造上雑魚を撃たないですから、よっぽど近くない限りは。電気がそこ頑張りたいですけど、大幅な火力アップを実現しないと。潰せないんで。ここら辺でもう火力いかないとね。ナイトラ、まあこういうとこかな、手堅くクリティカル関係っていうのを言うと。やばいって、それはダメよ。ちょっと危ねえ。ただ今スキルで抜けただけですね。反対とも空いてたのかな。あれ無駄無駄無駄、今のめっちゃ無駄です。いいよ、与えて、離れて。与えて、離れて。
なんか全くやってないやついるんだよな。あー、飛んでるやつか。距離的に考慮しなかった。いや、さすがに他、まあね、そうね。さすがにここクライを食べないと制御できないな。電気でやる、電気で。よしよしよし。大体、うわぁ、ちょっと、雑魚雑魚で、やっぱ雑魚です。いつかそこでやられそう。さっきとかまさにそうだけど。クライアは雑魚を倒すようとは思ってないですからね。リロード結構早いと思う。0.95。いや、ここで頼ったらちょっと。狙ってるとこが来ないですね。とりあえずまあアーティファクトで引き続き逆転狙うか。射程はね取れてるんで、そこは問題じゃないと思ってて。さあ千ダメは2回目のクリティカルか。ナイトラ集めプラス電撃のプラス 100% を考えれば相当な確率の上昇にはつながっているはず。ナイトラ起こせ。10%、10%、5%、15%かな。選択肢を減らせば、まだ落とないクリティカルに取れますし。これ画面もう外側の爆発のやつを電気でもうブワーってやっちゃって、そう、あれで敵をもう一掃するみたいな遠距離攻撃作戦を展開してるわけですよ我々は。いいぞいいぞいいぞ。クリティカル2回分とかだいぶで効いてきそうですねこれね。あの少ないのか。クリティカルやっぱクリティカルです。もうそこしかありません。ダメージがもうそこです。もう他はいいと。すごい溜まってるよ。なんか楽しそうだったね。ビームスはどうも分かんないです、影響するかどうかが。明らか効いてない枝分かれだと思うんですよね。そこからの B 射程ドンで超大型攻撃でいってますから。またあいつか。さらばしよう。経験値回収。まあそこだね。まだまだ取れますから。回す回数あと1回しかないんで、タイミングがちょっと何もない時がいいね。強くなろうか関係ないのよ。くらえ。
間が悪い。よし、いや電気ね、今電気でしょ、どう見ても。電気効いてます。あげちゃうか。ちょっと楽になったかな。まだ足んないよ。でももっと楽にしてくれ。メイン武器ですから、バグテーザーは。効力も上げるか。もうどんなもん今52。電気で50には相当高いですけどね。ジェームス戦はもう頼んないでいきましょう。まあ、勝手に上がっていく可能性が多いので上がっていきますけど、ナイトラを使うのはもうこちらだけです。193ダメージ低いですか。こっからですよ。もうまあブーメランはまあ完成です。あれでちょっと残すか。全部使うのが脳じゃないですから、効率でもありますからね。どうですか今ので。ナイトラできる限りちょっと温存してますよ今。クリティカルが126%プラス100、電気で100いくと思っててください。電気武器のクリティカルあるもんね、シナジーでね。そういったとこも取れればマグテーザーいけるんですよ。バグテーじゃなくてもいけますけど、もちろんね。いけます、バグテーザーでも。バグテーザーでもが重要ですね。バグテーザーだからいけるわけじゃないんですけど。でも、この相当な攻撃の量。まあ、例えば、ビーム武器でめっちゃ射程が広くて、全方位にすごくいいから当たるみたいなのは全然かなわないんですけど。ビーム武器の弱点、火炎放射とかね、明確に一つありまして、壁に止められちゃうことです。射程を例えば 300% 伸ばそうが、壁に囲われてればね、止まってしまうので。で、これ見てください。もう、こういう小脇にいる奴らも一掃して。クライをちょっとひよっちゃったけど、まあ、いいか別に。いや、地形でもよかったかなっていう。そもそもね、範囲広がんないし。どっち、まあ、電気効力上限説があるんですよね。まあ、前、検証した時も、クリティカル率 100% 以上伸びてなかったよね、みたいな感じだったんですよ。100% と、まあ、見積もってね、もうちょっと考えてますけど、またベース上げていこう。400% あれば、100% プラスで 500% ですから、クリティカル率。100% ごとそのクリティカルダメージも上がるんで、アーティファクトもうまく使えれば、これ雑魚が倒せない問題だいぶ解消したんじゃないかな。 M1000 もね、あんま打ててないかもしれません。今取れたって嘘。取れたのか。あれくらいまあ取れちゃうか。やべえ、ここ。やばいんですけど、ちょっと怖いです。もういけそう。無理そう。よし、小脇にしてね。暗いよ、助かったね。これでも行きます、回しましょう。よし、オッケー。出なかったですね。もうないんでチャンス。お祈りです。必殺技の。多分今回、射程お祈りが成功したんで、正直言うと。過剰なほど上がってますからね。
い。さあ、お。赤来て赤、赤来い。それじゃない。まあ、取ります。見かけますね、結構。見かけはしてますが。お、ちょっと取ってみようかな。3本ですから、4本です。なんかより奥まで行くようになればですね。素晴らしいわけですよ。率が、まあ、ちょっとね、ナイトラブン変わって気がしますけども。M1000 の回だったら多分相当強かったね。違うんで。メイン武器じゃないですから。最後、バグテーザーも驚きの。DPS じゃなくて、一応電撃のダメージの方がね、出てくると思うんで、ちょっと、ブーメランがノイズかなと思うんですけど、まあ、ただ、その、電撃シナジー、火力出てくるようになったら大きいよね。ちょっと序盤はね、信用できなかったんで。今となっては、電気入れてよかったかな。まあ、クリティカル確定してるんで、1000ダメージ出てますからね。1000ダメかな ?2 回で2000ダメかな。多分1万出てんじゃないダメージ。だってどこでも打てますもん、今。何しても打てますから。よかった。88くらいでちゃんとしたね。な、7かな？どっちだろう。5はやばかったですね。終わったと思ってましたから。このゲーム。立て直したわ。あと射程が広がったのも結構。これ射程なかったらそれはそれでね、あんま使えないと思うんで。ビーム本数どうなんだろう。もともと、その近くでバック起きてるわけじゃないんで、わかんないですね。より遠くの敵にというか、多くの敵、まあ、ビームが増えるっていうのは基本的な武器においては、より多くの敵に当たるってことなんで、この武器だとでもマガジンが増えるみたいな扱いになっちゃってるんで、どうなんでしょうかね。リロードかな、まあ、多分いいと思います。回せないし。下がることはないでしょう。こんだけあって。さあ今多分あんま当たってないと思うんで、これ電撃じゃない、これほら見てください、ここ、この減り方。 M1000 は撃ってないです。今ブーメランも投げ、今投げましたけど、クラブも投げてないんだ。そんなにバグテーザー来てます。かかりました、時間が。大器晩成なんですよ。あー、ティファクトの協力が必須でしたね。終わった。ちょっと待って、取れるかな、取れるか。お金はいいや、泣いたら重要なんでね。うわ、倒しちゃった今。爆発フェイクとかで、ね、倒しちゃったね。次最後か。率はまあいいかな、別に上がんなそうだし。528回復しておきましょうか。553、まあちょっと取って250ダメージ。頑張りましたよ、でもそれでも。あげあげよ。あ、これ回しても意味なそうだな。あ、ちょっと1出た。前回も1足んなかった気がする。でちょっと 10%、20% ぐらい下がったかな。まあその分ダメージもね、いっぱい上がったんで、
バグテーザーです、今回は。なめんなよと。2000ダメージします。これにしては、これにしてはすごいんじゃないですか。これも多くの敵にちょっとのダメージっていうね、そういったわけだったわけですよ。今多くの敵にいい感じのダメージを与えてますから。でこれが強くなればなるほどですね、画面内の敵が減ってくるんですね。で上の敵かなり一掃されましたよね。これがこの武器の力です。これです、これ。この形。ちょっと強い敵とか、そういったものしか周辺いなくなるっていうことで。あいつでさえもすぐ今、まあ今はエブセン行ったかな、多分。あの距離なら行ったか。M 戦の方が単体のダメージが強いことは間違いないんですけども、これだけ多くの敵に同時に、まあ、高速とは言えないですけど、ここでもし連射力が上がったらこの武器はもう地獄のような強さになりますが、いい使いらんないのはこの打つ感覚ね。今ほぼどこにいても当たるので、画面内は全部当たるかな。画面外どのくらいか分かんないですけど、画面内ほぼ当たると思うんで、そこに対してもっと連射ができればね、最高なんですけど、そこが上がらない。そこが来たらマジで感じですよね。やっぱりここ見、完成した時のこの強さ。これですよ。オーバークロック、あ、待って、ね、考えますか。9%。18%。お金今217。こっちの方が上がるか？ん？どうだ？微妙だね。こっちなのかな。あ、こっちにします。ちょっと、採掘まだしたいんで、ね。オーバークロック持ってる方が。ちょっと回せなくなっちゃったんで、バグテーザー邪魔しないように今あげましたね。4000、6000くらいいってるのかな、ダメージ。5800くらい、2000、4000、6000かな。まあ、綺麗に上がってきますね、ダメージ。ドレッドの音きましたか。ツインズちょっとね、リベンジしたかったな。ようこそ我が領域へ。君が雑魚を出す、それは電気で死ぬ。もちろん近づいた方が強いですよ、当然。あえて離れてます。M1000今撃ててないですね。まあ、そんなに減らないか、やっぱここだと。まあ、しゃあないか。M1000撃つか。まあ、こいつの周りに全く敵がいないような状況はできてはいますね。M1000どう？結構打たなくても減ってたね。まあ、やっぱ1体の敵にやるもんじゃないですね、とはいえね。特にない時、1体の中でバウンドするみたいな感じだったら相当ね、1体にも強いですけど。まあ、でもどんだけ取るかもわかんないから。いや、強いわ。まあ、クリティカル、大幅クリティカルってとこもありますけども、まあ、ダメージ上げるの、ね、大変そうなんでね。漬物は使ってないですから。あとクリティカルダメージを使ってはないんでね、なかなかいいロンダリングかな。
まあ、180%でもそんなにめちゃくちゃ高くはないですけど、電撃分でもう 100% って考えたら285。そこで、2000、どういうダメージだったっけ ?2000、4000、6000だっけ ?100% 分で2000。200% で、まあ、この、280% あるから、その 200% で4000。で、6000なのか。でもそしたらダメージ的に、4000か6000だけ出るはずになるだと思うんですけど、どういう感じなんだろうね。敵の防御かなんか、それか飛び方でも変わるのかな。さあ結果よ、結果。重要なのは1億1738万。お、こんな武器でいや昔ならねこんな武器でって感じですけど、まあまあまあ、でも射程が出てからは結構まあ強武器とまでいかないですけど、だいぶ時間かかったんでね。強い武器はだいたいもう5ラウンド目まで強くなるんですけど、だいたい7、8までかかったので、まあ、クリティカルがうまく乗ってからっていうところで言うと、ちょっと依存はありますかね。 M1000 とかならまあなくても全然いけたりしますけど、まあとはいえこの最強の射程だね。まあ関係ないんで、壁とか関係ないので、純粋に射程だけで考えたらこれが多分一番あるんだろうと。全武器の中で上げれればですけど、他のビームとかは止まっちゃうんでね。あ、例えばウェーブクッカーとかだと、まあ、伸びたとしてもですね、幅がそんなないので、これはもう関係なくもういろんな方向にね電気がほとばしるんで、かなりいいのかな。ブーメランも結構頑張ってますけど、まあまあ電気はこいつの部分でしょうね。1億4335万と。でも1億いけたね。